ウォーキンガムは、イングランド、バークシャーにある歴史的なマーケットタウンである。ロンドンから、西39マイル、レディングから南東7マイル、キャンバリーから北8マイル、ブラックネルから西4マイルに位置する。2011年のイギリス人口調査によると、人口は3690人。ウォーキンガムは、もともとはバラであったが、1974年の地方自治法で、 ウォーキンガム人支部と合併し、新ウォーキンガム自治区を形成した。2007年、再びバラに認定された。ウォーキンガムは、ウォッカの人々の家を意味する。ウォッカは、サクソン人の指導者の一人で、バークシャーのウォークフィールドやサリーのウォッキングにも土地を所有していた。ビクトリア町の時に、ウォーキンガムに黙り、結果として、多くの葉のついたどんぐりが、町の紋章となり、 19世紀に認可された。1219年より、ウォーキンガムで、ウィンザーフォーレストの法廷が開かれており、マーケットを開く権利が与えられた。この期間、主にソールズベリー主教が、町の発展に、責任のある立場であった。主教は道路を設置し、区画を整備して賃貸が行えるようにした。1258年、1年に3回の定期史を、 開催する権利を購入したという記録が残っている。1583年、エリザベス・アイオは、ウォーキンガムに、町検証を与えた。14世紀から16世紀まで、ウォーキンガムは、イングランド南部に点在する多くの教会へ、供給するための金の鋳造地として、有名だった。チューダー町の間、ウォーキンガムは、絹の生産地として知られていた。こういった、 家内工業に関わる家屋の中には、今でもローズストリートに見られるものもある。高床式住居は食器を設置していた。このことは家の外桁の位置からも判断できる。クの実の原木の一つがこの地域にある庭の一つに残っていると言われている。1643年から1644年、ウォーキンガムはイングランド内戦時に両陣営から定期的に、 襲撃を受けていた。この襲撃は、家畜や交易品の略奪が目的だったと考えられており、当時、町にあった建物のほぼ20%にあたる30個以上の建物が焼かれた。ウォーキンガムが完全に復興したのは18世紀初頭のことだった。かつてウォーキンガムは牛禅めの町として有名だった。1661年、ジョージ・スタバートンは、 マーケットプレイスに2頭のウシをつなぎ、毎年セートマスデーに犬と戦わせるよう遺書に残した。イベントの1から2日前に、ウシは街中を練り歩き、現在のスーパードラングの店舗がある、元のローズインの庭につなぎ止められた。この物騒なショーを見るために、遥か遠方からも人々が街を訪れた。イベント中に多数の犬が負傷し、また命を落とし、 おうも最終的にはと殺された。おうの肉と皮は町の貧困層の間で分配された。また、命取りになるような怪我を負う観客もいた。1794年、牛攻めの翌朝、エリザベスノースが体中に傷を負って亡くなっているのが見つかった。1808年、群衆の中で55歳のマーサメイがおうしアイヌに襲われて亡くなった。 1821年、この痛ましいスポーツは自治体によって禁止されたが、クリスマスに王子が供給され、その肉が貧困者に配られる慣習は継続された。1833年、牛攻めは国会制定法で禁止された。1723年、犯罪行為を行う者の顔を黒く塗りつぶす、行為への対抗のために、ブラック法が イギリス議会で可決された。この法律は、その悪行で有名となった武法者の集団、ウォーキンガム・ブラックにちなんで名付けられた。彼らは、ブラックネルでのグレナディアガーズとの激戦の末に、メンバーのうち29人が逮捕されるまで、ウォーキンガムをテロ行為で支配していた。歴史的に、この地域のアクセントは、西部地方の発音の影響を受けた、伝統的なロンドンなまりの混成語であると言える。 しかしながら、1970年代から街の急速な発展と、それによって起こる他地域からの人口流入により、この発話パターンは徐々に減っている。21世紀には、伝統的なウォーキングガムアクセントは珍しくなっている。特に若者の間では、マルチカルチャル、ロンドンイングリッシュの広まりの影響を多分に受けているため、この傾向が顕著である。かつては、 レンガ製造が主要な産業だったが、最近ではソフトウェア開発、工行学、サービス産業にとって変わられ、人口が飛躍的に増加した。北部、ウォーキンガムはアッシュリッジを中心地とし、古くはビルトシャーの孤立した地域だった。1844年にバークシャーに編成されるまで、この地域は街の中心として発展していた。1894年、 古来の教区が都市部と人市部とに分割され、人市部の地域として、ウォーキンガム・ウィズ・アウトが設置された。ウォーキンガムは1835年地方自治体法によって、再編されずに残ったバラの一つで、その後1883年に再編された。1974年、ウォーキンガムは1972年地方政府法によって、ウォーキンガム人し部と合併し、 ウォーキンガムのトシカウンティを形成した。この地域は1998年以来単一自治体となっている。ウォーキンガムトシカウンティの議会は選挙で選ばれた54人の議員からなり、毎年行われる議長指名選挙で選ばれた議員が議長を務めている。ウォーキンガム議会選挙は4年の間に3回開催され、2002年選挙から保守党が与党となっている。 カウンティ議会事務所は、ウォーキンガムのシュートエンドに本部を置いている。一つの後継区がウォーキンガムに存在し続け、ウォーキンガム町議会によって統治されている。議員は4年ごとに選挙で選ばれ、エムブルック、イブンドンズ、ノーレイズ、ウェスコットの4地区を代表する25人の議員から、なる。毎年、議員らは自分たちの中から市長を選ぶ。 1860年、現在も使われている役所が、キルドホールのあった場所に建設された。ウォーキンガム選挙区の国会議員は、1987年に選出されて、以来、保守党のジョン・レッドウッドである。ウォーキンガムはセントラルロンドンの西33マイルに、ある、バークシャーの中心、ロットンバレーを流れるエムブルック沿いに位置している。 ウォーキンガムより大都市のレディングとブラックネルに挟まれ、もともとはウィンザンフォレストの生誕で農地帯を形成していた。土壌はロームを多く含み、滑走土は砂と砂利でできている。ウォーキンガムには町の中心部に放射状に広がる主要な居住地域が広がっている。西にブースヒル、北西にエムブルック、東にドーレスグリーン、ノーレーズ、キープハッチ、ビーンオーク、 南にウェスコット、イーストヘスがある。ウッドクレー、ラックリーグリーンといった古くからの地域も存在する。ウォーキンガムの大部分は過去80年以上の間に発展してきた。ウースヒルとドーレスグリーンはビームオークと共に、1960年代後半から70年代、初頭に農地に建設された。キープハッチは1990年代初頭に建設された。 ノーレイズエステートは1960年代に建設されたが、ノーレイズアベニューは1940年代後半に第二次世界大戦後の応急住宅地として建設され、この地域で最も古い住区内道路である。ノーレイズアベニューは、停鉄の形をしており、破壊されたノーレイズマナーのあった土地を占領している。ノーレイズアベニューには、 数件のレンガ住宅と1950年代に建てられた警察署が3区画分あるが、ほとんどの建物が1940年代式のプレハブ住宅である。2010年、議会は新しい小売店、レジャー施設、住居施設、駐車場、道路、オープンスペースを作り、街の中心部を再開発する再生計画のための1億ポンドを捻出するために、ウェルを立ち上げた。 朝周辺のいくつかの主要拡張計画は以降10年間の予定で組まれている。その中には中心部の大規模再開発やアーバーフィールド、ガリソン周辺のもともとは軍用地であった場所の開発や北部と南部の新海道路の建設も含まれる。2015年現在、鉄道の駅と周辺地域の再開発が完了し、大規模住宅建設が 町の北東部と南東部で進行中である。ウォーキンガム駅は、ウォータールーレディング線とノースダウンズ線の分岐駅となっている。サウスウェスタンレールウェイとグレートウェスタンレールウェイが駅を管理、運営している。ほとんどのローカルバスサービスは、コートニーバスが提供しているが、ウォーキンガムからレディングやブラックネルへの路線は、2015年夏に、ファーストバークシャーザ。 テムズ・レディング FC がブラックネル発着場を閉鎖した後、レディングバスによって運営されている。レディング FC の試合がある日は、マデースキースタジアムまで、ステージコーチサウスが臨時バスも運行している。ウォーキンガムには4つの公立中等学校がある。エムブルックスクールとセインとクリスピンズスクールは、男女共学のコンプリヘンシブスクールである。 1931年にベッヘズマナーのドアーハウスに設立されたホルトスクールは女子の学校である。フォレストスクールは男子の学校である。18世紀、モリー・モグのバラットがウォーキンガムで書かれた。モリーはかつてのローズ・インの酒場の主人の娘でバーテンをしていた。彼女はビンフィールドに住んでいたアレキサンダー・ポープと周知の中であり、ポープは嵐の間、 友人のジョン・ゲイ、ジョナサンス・スウィーフと、ジョン・アーバス・ナットと共にローズ・インで立ち往生した。時間を潰すために、彼らは、モリーの美徳を激賞するバラットを書いた。チャールズ・キングスレイの子供向けの古典文学である、水の子供たちに登場する、煙突掃除夫のトムは、ビクトリア朝時代に掃除夫をしていた、ジェームズ・シーウォードというウォーキングガムの男の子の人生と、その時代を元にしている。 後に、シーウォードは、ハンプシャー、エバー・アッツリーのチャールズ・キングスレーの牧師館にある、住宅の煙突掃除婦となった。シーウォードは、1909年から亡くなる1921年まで、ウォーキングガムの三次会員に選ばれていた。彼には12人の子がおり、今も子孫がその地域で暮らしている。水の子供たちは、 1999年に設置されたウォーキンガム初の彫像の主題となった。その彫像はウォーキンガム図書館の2階入り口に飾られている。ソルジャー・ソルジャーのシーズン7がベアウッド・カレッジで撮影された。スピードウェイレースがレディングのカリフォルニアで開催された。それまではロングムアが練習用トラックとして使われていた。第二次世界大戦後。 1950年代にトラックはサザンエリアリーグで使用された。その時のチームはポピーズとして知られていた。スタジアムがあった場所は今では自然保護区の一部であるがトラックの名残がいくつか残っている。ウォーキンガムは下記の都市と姉妹都市関係にある。ありがとうございます。